中学レベルじゃ出てこない単語出てるよ。だってプレイグないし、会話のねセリフ入れるやつ、これはめちゃくちゃむずいと思う。多分相当正答率が低いと思いますね。文章入位置が非常にラッサールはめんどくさいっていう感じだね。ここで始まりましたモンチェチャンネルです。今回はですね、はい、高校入試に挑戦シリーズラサール編です。ラサール高校ですね、九州の難関高校じゃないですか。東進のね社長とかのあの永瀬三兄弟もラサール出身ですからね。東進ハイスクールの前の名前、ラサールの名前がついてたと思うんですが、リスニングの問題ついてないのが残念だね。結構いっぱいあるんだけどな、リスニング、ね、見たかったですが、はい、70分の試験になりますね。まあリーディングかなりむずいんですよっていうね意見があったんで解いていきたいと思います。さあ果たしてどれぐらいの時間かかるんでしょうか。では見ていきたいと思います。大問2からが多分そうね。大問1がリスニングで、大問2、お、いきなり重要作。 Here is part of an email you received from your friend Moore. It was so funny that I couldn't stop laughing. What was the last thing you really laughed about? 笑ったのは何。65ぐらいで書けと。65か、少ないな。これ間違った。これ灘の回答用紙だった。ラサールの回答用紙で私が必要なのはこれだ。そうですね。次は小説かな。すげえ面白い話だな。さあもう一個読解がありますね。はい、終わった。22分40秒ですね。はい、結構時間かかったかな。いや面白いというか、結構今までやってきたやつ小説ばっかりだったんで、まあ確かに小説出てるんですよ。小説出てるけれども、小説だけじゃなくて、このいわゆる黒死病のヨーロッパへのね、今ヨーロッパとか世界に与えた影響とかが出てるんで、がっつりリーディング、小説じゃないのは面白かったですね。珍しいんじゃない。まあレベル的にニットコマ線ぐらいのレベルの英語かな。もちろん重要作もあるんで解けない人もいっぱいいるとは思いますけど、いや単語のレベルは高いですよ。もう全然中のみと貴族とペザントとラッシュとブーケしかついてないですけど、いや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 、全然まだまだつけなきゃいけない単語出てるでしょ。中学レベルじゃ出てこない単語出てるよ。だってプレイグないし、アバンドンとかも出てないし、いいんだって思ったけど。まず最初の重要作は、まあ笑った経験って言ってね、若手 TV の高田風美の部屋が汚かったっていうのを最近笑ったことにしましたけど、普段はいろんな人をこう小バカにするような人なんだけど、部屋が人間の住むようなとこじゃない感じだったからめっちゃ面白かったっていうね、そういうのにしました。で、あ、ストーリーですね。さ、手紙を書く話ね。まあこれは分かりやすく言ったけど、多分のね、この挿入が結構難しいんじゃないかな。文挿入の問題が難しいかなと思ったね。空所補充、ああ、空所補充も引っ掛ける気満々だよね。前置詞の問題とか、これも絶対引っ掛ける気。ロイヤルエアフォースなんてね、エアフォースだからウィズじゃなきゃいけないんだけど、場所かなと思ってね、フロムとか選んじゃったりするよね。で、このウイアの文挿入も難しかった。
ったし、文挿入1の問題、まあこれはできてほしいかな。あ、会話のねセリフ入れるやつ、これはめちゃくちゃむずいと思う。多分相当正答率が低いと思いますね。普通に間違えると思う。多分これが全体の中で最も難しかった問題かな。で、具体的架空の親元に書いた手紙っていうのは、本文の内容からこういう手紙はダメっていうのを排除してって正解を選ぶって感じね。次は黒死病ペストに関するやつで、あ、これまあ2とコマ線ぐらいのレベルですかね。あ、指示語はまあこれわかんないとダメでしょ。で、あ、並べ替えね、 slept on their stomachs instead of ね、これ今 instead of を知ってればわかるかな。あ、仰向けの逆、うつ伏せね、はいはい。次のは、はい、このね文良かったね、これ和訳良かった。 so many died that all believed it was the end of the world っていうのは、これはいい問題ですね。だ、そうだと構文だよね。で、 so many っていうのも人を表してるし、 all も人を表してるっていうのがわかんなきゃいけない。いや、むずいでしょこれを中学生に問うのはね。3人に1人まあ大丈夫ですね、はい。次の和訳は無生物主語で訳さなくていいから、もう出だしが与えられてるんで、まあその点は楽かなと思いましたね。ですが look after 知ってるかでしょ。で、うわね、あ、これもね、やはり文挿入ですね。文挿入1が非常にラサールはめんどくさいっていう感じだね。そこをいかに攻略できるかっていうのがまあポイントになってくると思いますね。で、次はまあ内容一致的なものなんだけど、これは別に該当箇所探さなくても選べる、簡単に正解は選べますね。と、午後を持ってきなさいですね、最初の2段落から。あ、これも難しいね。結構間違えた人は多いんじゃないかなと思いますね。で、最後が動詞入れるんですけど、動詞の形変えなきゃいけないんで、ここ難しかったんじゃないかな。いや、この help のね使い方とか turn left もどれも知ってんですかね。いや、結構レベルが高いですよ。だから、まあむずい、確かにラサールは難しい。まあそりゃ高校生クイズ常連になるわなって思いますけど、だいぶレベルが高かったんじゃないかなと思いますね。ではだから普通に2等コマ線をちょっと超えるか超えないか。で、とにかく文挿入1ですね。文挿入とかセリフ入れるやつ、これが難しいから、もしこれが例年出てるんだったら、きちんとこれ対策してなきゃいけないと思いますね。ラサール受ける方、やってみてください。もう全然やっぱり難関高校のね問題って普通に大学入試の勉強になりますね。もう使えるものたくさん出てくる。ただやっぱり灘には全然及ばないかなって感じかな。改正よりも簡単です。間違えるであろう問題はあるけれどって感じで、つくこまやつくふのようにそこまで頭を使わなくていいですね。まあちょっとリスニングの問題が分かんないんで何とも言えないですけど、やっぱつくこまとかつくふは非常に頭を使って考えて答えを出さなきゃいけなかった。ラサールの方はきちんと知識があれば解ける。で、ただ改正とか灘ほどの知識はいらないっていう感じですね。だからがっつり英語も勉強して、うわってね、もう高校レベルのことまでがっつりやってる人だったら解けます。灘はそれをやっても解けない。つくふとかつくこまは別の力が必要ですね。考える力が必要なんで、そういった感じだったと思いますね。うん、面白かったです。はい、はい、こんな感じでまたいろいろなところ解いていきますので、リクエストあったらぜひぜひ、ね、コメント欄にお書きください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.